まあ、才能みたいなものをいかに引き出していけるかと。創業界を IT 化することによってより良い業界づくり、地球全体を視野に入れて展開していきたいと。当社はですね、12年前に、まあ、葬儀の仕事をスタートして、この12年間の間に、まあ、日本の葬式の価値を変えてこれたというふうに思っています。で、もう一つ当社が手掛けてきたことが、インターネットによるこの葬儀業界の市場を開拓してたと。まあ、ここはこの2つが当社がやり遂げてきたこと で、今後はまずこのインターネットというところはこれからまたさらに市場が拡大していくと、逆に言うと拡大して私たちが拡大させていくということで、その IT 事業の方にはさらにこう力を入れていこうというふうに思っています。それからお葬式の仕事を通じて人材育成だったりとか、まあ、そういった部分でですね、当社が強みにしているところを事業の横展開として、これから幅広いサービスを展開できる会社を目指していこうというふうに思っています。そしてもう一つが海外、ここにも視野に入れて、もちろん海外でご葬儀をするというのはもちろんですが、まあ、それ以外のコンサルティングの業務だったり、新たな領域の部分を開拓して、日本のみならずですね、地球全体を視野に入れて展開していきたいと。この数年の間には株式市場への上場も視野に入れながら、さらに拡大を加速していこうというふうに思っています。当社はですね、これから本格的に力を入れていくのは、この葬儀の事業においてはその IT の部分、ここが今非常に業界的に弱いというところで、そこに当社は長けているというのが強みでもあるので、そこを強化してこの葬儀業界を IT 化することによってより良い業界づくり、そしてサービスが提供できるような、そういう業界を作っていくために、今後ですね、2017年それから2020年をめどに、その IT 化というものと株式上場を視野に入れた展開を考えています。人材に対してというよりは、これは当社のそもそものスタンスなんですけど、やっぱり人を生かすというところが一番ポイントに置いてますので、本人がまずやりたいかどうかということがとっても大事ですし、あとはその本人が持っている才能みたいなものをいかに引き出していけるかというところが非常にポイントになってきて、それこそがですね、組織運営だったり経営そのものじゃないかというふうに捉えて、私はこの会社を経営運営してますので、本人たちと密にコミュニケーションを取りながらですね、当社の事業の方向性に向けて活躍の場をどんどん提供していきたいですし、逆にその人たちが取り組んでいきたいという思いがあれば、どんどんですね、後押しをしていけるような、そういう経営運営をしていきたいというふうに思っています。実は営業力があるんじゃないかというところで営業の方に配置をしてみたり、そういう人間がいることで、従来お葬式を完全に受け身の仕事から攻めのスタイルに変えることができたりですね、そんなふうな細かい配置、人を生かすという配置はしてきました。この辺で大きくここ最近目立っているのは、海外事業の展開ということで、それもその人間がいたから、これは台湾でちょっと勝負ができるかなということで、白羽の矢を立ててですね、台湾に一人で単身で乗り込んでもらったという事例もありますし、あとはプランナーをずっとやってた女性がですね、そのプランナーをやりながらいろいろ身につけた、当社に対する考え方がだったりとか、人を生かすというようなところで、今人事の方で活躍し始めていると、そういう事例もいくつか、あります。今までこう12年間やってきて、お葬式の事業を主体に、そこが強くなるようにということで、いかにいい葬儀ができるかという人たちをこう集めてきました。でこれからですね、さらにその事業領域を広げていくということで、また新たな会社作り
のステージに入っている、まあ、そういうタイミングに来ています。なのでどちらかというと与えられた仕事を一生懸命やるという人よりも何もないところを自分で立ち上げたいと、まあ、そんな意欲を持っている人たち、まあ、そういう人たちに出会えることを、まあ、この2016年の新卒の学生たちに期待をしています。この会社は人生を輝かすために存在しています。ぜひ皆さんもこの会社に人生をかけてみてください。